六個。そうっす。に仕掛けていくのに一個外して、そうそう、簡単にそんだけってこと。わかる。すごい。で止め、あそこで、いや閉めなくて大丈夫です。これ。うん、ちょん勝ちで。うん。ちゃんと返しまで通さなきゃダメだよ。あ、そう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 。うわ、位置がいいですね。多いか、2匹でいいか、2匹にしよっか。うん、もうちょい、もうちょい振るか。くそ、一回通せばもう大丈夫でしょ。大丈夫、はい、見ました。そんな感じ。よし。投げの選手。そうだね。投げればいいと思う。うん、はい。うん、いいよ。うん、そんなもんなんだよ。まあいいじゃん。そんな距離がないだろう、そっと落とす感じ。うん、そうそう、大丈夫。あの音楽に多分乗せて、こうじゃなかった。これは微妙だな。ここ。本当だ。これは微妙です。上から撮ってみる。まあいいけど。あ、外さなくていいよ、ライト。糸引っ張り。引っ張った方がいいね。取れそう。腕巻くといいかもしれない。軽い？これは軽いですね。あ、持ってこなきゃいけないんだっけ？うん？掘ってるっぽいです。どこ？動いてます。動いてます。ザリガニがいるじゃん。あそこ。違うか。どこ？動いてます。あ、本当だ。います。上に、上に持ってきな、上に。あ、でも、そんな大きくないけど。上に上げて、そう、上から上から、ガードレールの上から、そう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 。あれ、あれ。カエル釣れちゃいましたよ、皆さん。大きなカメです。あれ、あれ、網です、クイナ。カメか。食べて。うん、はい。面白い。カメだとは思わなかったな。ミミズみたいなね、確か。うん。でか。あ。いや、これあんま触らない方がいいかもしれない。重っ。そうそう。物にあげないようにして。うわ、でか。でか。一旦そこの、あれ。檻のとこから針外しちゃいな。触っちゃダメだよ。いや、触っても大丈夫だけど、全然。ここから、そうそう。針だけ外して。口でしょ、これ。多分ダメでしょ。あ、いいとこ見せてくれ。時間かけてるんだけど。飲まれてるよね。うん、ここから外しちゃう。うん。全体的に映してみる。
で、はい、ここの甲羅持って。甲羅が飛んで。いいよ、はい。おお。どんな感じ？これはかかってないか。餌は何？水なくなった。ああ、取られたか。水？ザリガニかな。取られた。うん。いない。でも餌ない？うん。切られてる？うん、餌ある。ある？ないないない、餌はない。魚？結構引っかかってるかな。巻いてるって感じ？巻いてるって？こう魚がぐるぐるって巻いてるって感じ？うん、なんか方向が完全に。その水門？うん。水門の向こう側行ってちょっとこうクククってやってみな。魚がかかっ、外れた？あんま引っかかる理由がないような気がするから。魚がかかって糸が巻いてるとかじゃなくて。うん、そう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 。ザリガニが巻いたんだな。生きて食べられた跡もないでしょ。うん。ここミミズかな。まああとはそのミミズかイカのなんか餌とか塩辛っぽいやつ、塩辛とか。なんかそういう、あ、なんかいたな今。カメっぽいな今の動きよりは。あ、なんかいそうじゃん。あ、でも軽い。軽い？あ、魚か。あれ？あ、でっかいカメが。超でっかいカメ。うわー、魚だぞあれ。取っときゃよかったな。まあ一応網で救って。めちゃめちゃすげえな。うわ超でけえな。何ガメだ。うわスッポンじゃないか。すげえな。あの魚食うんだなやっぱな。うん。網で救ってないと一応。でけえ。まさかの魚を魚食うみたいな。でかうわでか。うわあ気をつけな気をつけな。でかい。うわでか。うん大丈夫終わったか。結構危なくね。もう一回ミドリガメだよな。ちょ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 あの寸法。あ、こいつは。もっともっともっと上から。ボーンって逃がしたよ。うわっ臭いだろ。こっちお茶入れてて